またショック人間の極めつけが登場してまいります。逆さ宙吊り男、炎の宙吊り男であります。アメリカからやってまいりましたマリオ・マッジーニさんです。こんにちは、ようこそいらっしゃいました。見事な衣装ですね、鮮やかなもんですね。この人がですね、はい、これから強制服を着まして、ね、高さ12メートルあるんですが、このクレーンに逆さになって吊り上げられていくわけなんですね。これはあくまでも人形なんです。高さが12メートル、このお高さから落ちるとどうなりますかね。はい、頭から落ちるわけですね。ご覧いただきましょう。ね、ご覧の通りこういう形になるわけですからね。ということで気持ちを続けていただきまして、いよいよこれから炎の宙吊りにチャレンジしていただきます。よいしょ、もうちょい。ひどいね、縛り方みたいにがんじがらめにしてしまいました。 OK、 マッサージ、マッサージ、スマホ OK、 ウォッセ OK。 前にあります太いロープにはすでにオイルを染み込ませてありまして、火がつけられます。火がつくと同時にですね、クレーンが上がっていきます。ワイヤーが上がっていきます。ワイヤーの高さは12メートル。いいですか、マンジニさん、ロック様が同時に動きますからね。気をつけました。気をつけたのはマンジニさんの奥様。 OK、 しっかり火がつきました。さあ、逆さの状態で吊り上げられていきます。高さが12メートルです。ロープがですね、燃え尽きるまでに降りてこなければ命の保証はありません。どうやってこの強制服から脱出するわけですか。はい、強制服を全て抜き終わったら初めてこのクレーンが下に降りてきて地上に戻ることができます。人間の限界はですね、逆さの状態で3分と言われていますけれどもね、2分半も経ちますと、マジにさ、手が出ました。あれだけギュッと縛った強制服なのに、手はもうすでに出ています。はい、ああ、はい、もう焼けてますよ。さあ、10メートル、早くならないとあのロープが落ちちゃいます。風にも吹かれましてバランスがちょっと乱れています。さあ、強制服あとわずか。いや、うまいことだ。キーパス。